今回は腫瘍マーカーについてのご説明をいたします。腫瘍マーカーとはがん細胞が産生する物質で、血液中などで測定可能なものを腫瘍マーカーと言います。がんの種類によって特徴的な腫瘍マーカーが分かっています。正常細胞でも産生しているので、健康な人でも検出されることがあります。体内にがん細胞が存在する場合でも、腫瘍マーカーが高値にならないこともあります。腫瘍マーカーだけでがんの早期発見は難しいと言えます。腫瘍マーカーの結果が高値であるからといってがんであるとは判断できません。あくまで一つの判断材料であるとされています。必ずしもがんで高くなるわけではなく、良性腫瘍や膵炎、胆のう炎、胆管炎などの炎症性疾患や胆石症、肝炎、糖尿病、気管支炎、気管支拡張症、子宮内膜症などがん以外の病気でも上昇することがあります。またがんだとしてもどの臓器にできたか判断することまではできません。そのため腫瘍マーカーは検査の補助手段として、また治療効果の判定に用いられることが一般的です。がんの進行程度の指標として使います。一つ目は進行がんに対する治療の効果、効果があれば腫瘍マーカーが低下します。二つ目は手術後の再発を判断、腫瘍マーカーが上昇すれば再発を疑います。腫瘍マーカーの CAE は喫煙によって上昇します。したがって喫煙患者さんの場合、CAE は正確な指標にはなりません。以上で腫瘍マーカーについて第1弾のご説明を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。